こんにちは権藤美紀ですいよいよ夏本番の7月皆さんいかがお過ごしでしょうかさて三鷹市の市政の動きをお伝えする「みるみる三鷹」今回は現在策定を進めている第3次基本計画を取り上げますまた6月17日に大手町の東京会館で開かれた第20回太宰治賞贈呈式の模様も併せてご紹介します また今回から市政の近況やトピックスなどを清原市長が直接コメントする清原市長の一言コーナーが登場しますどうぞお楽しみにそれではまず初めに第3次基本計画についてのご紹介です市では長期的な展望に立っての市政運営のために平成22年を目標とする第3次基本計画を定めておりますが今年はこの見直しの年度に当たります 見直しにあたり市は社会の変化をどう捉えこれからの市政の舵取りをどう進めていくのかなどを企画経営室の伊藤係長にお伺いしてまいります本日はどうぞよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いします第三次基本計画の改定が今年度行われるということなんですけれどもまず基本計画とはそもそもどんなものなのか教えていただけますかはい、えー、市では 毎年一年間の予算を組んでさまざまな事業を実施しています。しかしこうした事業は一年で終わりということではなくて、長期的な展望に立って計画的に推進していく必要があります。はい、こうしたことから事業の内容や実施時期、予算などをですね基本計画として定めて計画的な姿勢運営を行うこととしています。 しかし、ですね社会は日々こう変化をしていきますですから定期的に見直さないと現実とのこうギャップが出てきてしまいます具体的にはですね基本計画の中で4年を1つの区切りとして4年目に見直しを行うこととしています。 まあ確かにまあ、特に二十一世紀に入ってからは社会の変化がさらにスピードアップしているような感じがするんですけれども市ではこのあたりを具体的にどう受け止めていらっしゃいますか。一つはですね厳しい財政状況があると思います。市では、えー、これまでもですねさまざまな事業の見直しと行ってきておりますけれどもやはり。 こう景気の低迷とかですね、依然として雇用環境も厳しい、うん。まあそうしたことから、どうしても市のですね、歳入という入ってくるお金が少なくなってきている、はい。まあこれ市民の皆さんからの大事な税金なわけですけれども、まあそうそうしたことからですね、財政のフレーム、これ財政の総額なんですけれども、そうしたものを見直さなければいけない、はい。そうした事態になっています。また人口が増えておりまして、これまで昭和52年に初めて16万人になってからですね、まあ20年以上。 ずっと16万から16万3000人の間で来ていたんですけれどもここのところで明らかに人口が増えています、はい、増加率は地区によってばらつきがあるんですけれども、うん、やはりあの増加率の高い地域ではですね教室とか学童保育所とか、まあ、そうしたところの不足が生じていると、うん、そうした事態もあります、はい、またですね防犯の問題もあります犯罪がやはりあの組織化し凶悪化してですねいるとと,ともにオレオレ詐欺とかですね、ええ またその児童生徒が子どもたちがこう被害に遭うと、まあそうした事件も多発しておりまして、市民の皆さんが防犯に対する意識というのが非常に急速に高まっているだろうと、うね、まあそういうことがあると思います。はい、もう一つはですね、まちづくりに対する市民の方の意識の高まりなんですね。うん、あの今 NPO とかいろいろな市民の活動団体の方が活発に活動されております。またあの市民共同センターなんかも作りましたけれども。 やはり市民の方がですね。市政の関心や参加の意欲が高まっているだろうと、うん、まあこのように考えています。まあ、そうしたと,ところで、やはり市にですね。意見を表明できたり、そうした機会をこう提供していくまあ、そうしたことがですね。あの需要になってくるだろうと、うん、まあそういう認識に立っています。 まあ、お話を伺っていますと本当に社会の動きは多様だなというふうふに感じるんですけれども具体的な内容としてはこうした社会の変化へ対応した、まあ、事業の実施ということになるんでしょうけれども特徴的な事業ではどんなものがよとよあの予定をされているんでしょうかあの今の段階はです、ね、討議資料ということで基本的な方向だけなので、まあ、これから市民の方と一緒にです、ね、考えていくことになるんですけれども新たな課題への対応としては4つのことを考えています。 一つは安安全安心のまりです。はい、先ほど背景のところでもお話ししましたけれどもやはりですねこう、安全安心に対する意識が高まってきていると、市民の方のニーズが高いということですねあまず市ではですね、安全安心パトロールを実施したり防犯ブザーを対応したりですね、でに行っておりますまた今年の4月からはですね、はい、安全安心化を設置しておりますが今後の展開としましては市民の方それから事業者の方にもですね できる限り、こう、ご協力をいただきまして。まあ、安全安心市民共同パトロールって呼んでますけれども。はい、そうしたですね、あの、市民の皆さん、事業者の皆さん、行政が一体となった取り組み。うん、まあ、こうしたものを進めていきたいと考えています。もう一点目は、地域ケアの推進ということです。地域ケアというのは。あの、馴染みがあるようで。ないような言葉なんですけれども。うんはい、あの、まだ概念がですね、しっかり固まったものではありません。これも。三鷹らしい地域ケアのあり方というのを。 えー、市民の皆さんとともにこれから考えていくことになるんですけれどもあの市で考えていますのは、えー、やはり住み慣れた地域で、えー、安心してまあ生涯暮らせると、うん、まあそれが今まで例えば施設に入所しなきゃならなくなった時にはですねこう遠くのところまで行ってしまったりとか またはその近所付き合いというのもだんだん少なくなってきておりますので、うんはい、やはり一つのエリアの中で、まあ、完結するような仕組み、まあ、そうしたものが理想的なわけですもちろんすべて施設をです、ね、市内に作るというのは難しい部分ありますけれどもやはりそうした中で、えー、今、地域で見守ったり支え合うような仕組みそうしたものも含めた地域ケアの在り方、まあ、これをです、ね、市民の皆さんと一緒に考えていきたいというふうに考えています。 それから、えー、三鷹ネットワーク大学というのがありましてこれ、仮称なんですけれどもあの先日、ですね、えー、13の大学あるいは専門学校、研究機関の皆さんにご参加いただきまして開設に向けた協議会を発足いたしました、はい、障害学習機会の提供であるとか、えー、そうした研究機関等の連携によるですね、共同研究開発 まあそうした機能がですね期待されておりまして、まあこれ内外からもですねかなり注目を集めている事業です。ですからこうしたものも市の中心的な取り組みとしてですね、まあ今後展開していきたいというふうに考えています。もう一つは教育改革なんですけれども、まあこちらはですね小中一貫教育校ということが言われておりますけれども、えー、地域コミュニティとかですね、はい、IT の活用、こうしたのが三鷹の特徴としてありますけれども、はい、えそうした特徴を生かしてですね。 9年間の一貫したカリキュラムを組んでいきたい。まあ、そのように考えています。まあ、あの、今後ですね、保護者の方とか、まあ、地域住民の方、まあ、広く市民の方のご意見を聞きながら。解説に向けた検討を進めていきたい、まあ。このように考えています。まあ、大きくはそのようなところです。そうですか。まあ、いずれもまさに未来型の取り組みだと言えそうですね。 さてところで確か現在の基本計画というのは何百人という市民が集まってディ,シュあのディスカッションを重ねてそしてまとめたプランをもとに作られたのではなかったかなというふうふに思うんですけれども、今回の改定もやはりそうした活動があったんででしょううか。そうですねあの。前回はですね、前回といいますか、まあ、現行の基本計画になりますけれども400人近い市民の方がご参加いただきまして、えー、その他にも徹底した市民参加を図ってまいりました。 まだ実は3年しか経ってないんですね改定ということで今回は白紙からの参加のような形はとりませんが、うん、やはりこういくつかのステップに分けてですね、うん、そのためにこう市民の方と、えー、ご意見を伺いながら進めていきたいそのようには考えております、うん、具体的にはどのような形でで具体的にはですね改定のスケジュールと合わせて簡単にご説明いたしますけれどもまず今回お示しした討議資料これは改定の基本的な方向をお示ししたものです。 まあ、ここではです、ねえー、シンポジウムまたはです、ねえー、IT を活用したシンポジウムなんですけれども、えー、シンポジウムの様子をあの撮影しましてそれをウェブ上で、えー、流,し流してです、ねえー、それに対して意見が言える、まあ、こんな仕組みなんですけれども、うんまあ、そうした参加であるとか、はいまあ、広報による PR、まあ、などを考えています。 次のステップは9月になるんですけれどもここでは骨格案というものを提示いたします、うんはい、骨格案というのはまさにあの計画の骨格になる部分で、うんえー、主要事業であるとか、まあ、そうしたものの、えー、内容とかスケジュール等が、えー、お示しするわけなんですけれどもそこではです、ね、各住民協議会を、えー、で開催させていただくまちづくり懇談会それからあの今度もまち、ね、歩きと呼んでいるんですけれども えー、まあ GPS 形態を使ったですね、こう街のいいところを発見しよう、うん、まあそんなイベントなんかも考えています。はい、まあその後は、えー、1月のめどに改定草案を策定しまして、はい、また、えー、市民との意見交換を進めていくと、まあ、そのような流れで考えています,、うんす。プロセスの面でも内容面でも見たからしい基本計画の実現を期待したいですね。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。 それではこれからの検討のためにまとめられた討議資料についてご案内しましょう討議資料の概要は7月4日発行の広報三鷹に掲載されていますまた全文は市役所や図書館で配布しており市のホームページでもご覧になれます皆様からのご意見を郵送ファックス E メールなどで募集しておりますのでふるってお寄せください 期日は7月30日は月までです。また7月17日には地域ケアをテーマとしたシンポジウムを開催しますのでこちらもよろしくお願いいたしますそれでは次に6月17日東京会館で開催された第20回太宰治賞贈呈式の模様をご覧いただきましょう 人間失格などの作品で知られる三鷹ゆかりの小説家太宰治三鷹市では太宰治没後50周年を機に千曲書房と共同主催で6年前に太宰治賞を復活させました今年は962編の応募作品の中から志賀泉さんの「指の音楽」が この日の贈呈式となりました,した <laughs> 滋賀泉さんは福島県出身の43歳受賞作は美大に通う主人公が子供の頃故郷の町で亡くなったある少女の死を巡る謎を絡めて学生たちの日常を描いた作品です なお、受賞作「指の音楽」と最終候補作2編を掲載した「太宰治賞2004」は定価735円でただいま一般書店で発売中です今までもたくさんの優れた新人作家を世に送り出してきた太宰治賞。皆さんも今回の受賞作「指の音楽」をぜひご一読ください さてそれでは最後に新登場の清原市長の一言コーナーをご覧いただきましょうこのコーナーは市政の近況や最近感じたことなどを清原市長が分かりやすくお話しするトークコラムです皆さんこんにちは 三鷹市長の清原恵子です今回から私が市民の皆様と直接お話をするコーナーを設けることができました是非その時々の思いや市政の動向などを直接お話ししたいと思いますさて今年度の重要な改革の柱の一つであります基本計画の改定について市民の皆さんからご意見をいただき それを反映するための取り組みが、いよいよ7月から始まります。市にとりまして、基本計画は、この町を市民の皆様と一緒に作っていくための、大事な大事な基本的な計画です。今から3年前、市民の皆さんによって、素案が作られ、基本計画の第3次が確定しましたが、その後のいろいろな社会の動きなどを、 大いに反映しながらさらなる選択と集中を進めてまいります皆様どうぞご意見を活発にお寄せくださいさておかげさまで今年度に入りまして5月の臨時会そして6月の定例議会が無事円滑に終了しました5月の臨時会では第一小学校の スーパーリニューアルの請け合い工事の契約が、えー、承認されそして第六小学校の耐震補強工事に関する契約も承認されましたさらに6月の定例議会では駅前の再開発に関する工事の契約そして井の頭コミュニティセンター分離施設の工事の契約が承認されました。いよいよよ 「工事が具体的に進みます工事期間中は大変ご迷惑をおかけいたしますけれども安全な工事を心がけて進めさせていただきます」「どうぞ皆様にとりまして大切な大切な学校施設そして駅前の施設さらにはコミュニティセンターの取り組みですのでお見守りください」「それではまた次回お目にかかります」 いかがでしたでしょうか今回のみるみる三鷹まだまだ空模様が気になる今日この頃ですが早いものでもう7月今年も暑い夏がとうとうやってきましたなんとなく気分ウキウキの夏の訪れですがお仕事にお勉強にもうしばらくは気持ちを引き締めて頑張りたいですねそれではまた次回をどうぞお楽しみに